ロシアのプーチン大統領がウクライナ東部の一部地域の独立を承認したことを受けて岸田総理大臣はウクライナの主権と領土の一体性を侵害するもので認められず強く非難すると強調しました速報です。ロシアのプーチン大統領がウクライナ東部の一部地域の独立を承認したことを受けて岸田総理大臣は ウクライナの主権と領土の一体性を侵害するもので認められず強く非難すると強調しました。